県によりますと、県内にある国指定の文化財のうち、保存活用計画が策定されているのは、全体の2割から3割程度にとどまっています。熊本市の場合、29年前に指定された熊本藩主細川家墓所、95年前に指定された水前寺常住園など、市内にある39の国指定文化財のうち36の文化財で、 計画策定の見通しが立っていないことが RKK の取材で分かりました熊本市の担当者は計画策定を支援する専門職員の不足が大きな要因とし水前寺常住園を管理する泉神社でも民間による策定は負担が重いと話しています